野菜を脇役に、おからをメインに使った体に優しいおからガンボをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずフードプロセッサーにむきエビと材料 A の酒、醤油、生姜汁、塩を入れて粗めに攪拌します。エビのプリプリ感を残すためにも粗めに攪拌しましょうね。ボウルに移しておから、人参、しいたけ、枝豆、片栗粉を加えて練ります。丸く形を整えましょう。170度の油で揚げます。鍋に材料 B のだし汁、醤油、みりんを入れて煮立てます。水溶き片栗粉を加えてとろみをつけ、あんを作ります。器にガンボを盛り、あんをかけます。白髪ネギをのせれば出来上がりです。おからガンボとだしの効いた&辛みが絶品です。ぜひお試しください。